はい。皆さん、こんにちは。ネット物販講師の黒沢です。今回は終始雑談になるんですが、物申す系界隈のゴダ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 している状況、並びに、代理代理代理戦争みたいな形で登場人物が増えて、わけわかんなくなっている。かつ、愉快犯にしか見えないような人たちも爆増している中で、わけわからなさに拍車がかかっている件について、ちょっと抗議的、俯瞰的な 目線で自分なりの意見述べさせていいいたただきたいと思います今回の動画もし共感できる点などありましたらぜひ高評価チャンネル登録いただければまた何かしらそれちょっとちゃうんじゃないかなみたいなご意見あったらむしろそのご意見をぜひお聞きしたいのでコメントなどでお書きいただければなと思いますよろしくお願いいたしますそもそもこのモノモスキフェのゴダゴダっていうのは簡単に言えば青汁王子さんバーサス社長この戦争を 状況のことですすごく俯瞰的に見てみると、そもそも論として、このコロナになってから、なんかみんな、自分含めてみんな殺伐としていると言いますか、何か歪曲している。 歪んだ精神状況になりやすいんじゃないかなって自分自身は思ったんですよ。本来はこの青汁王子さんバーサス峰島社長の戦いってものすごく明確な争点が存在していてそれは青汁王子さんが行っている単品リピート通販のやり方が真っ当なのかかっこいい経営者としてそういうビジネスやることは妥当なのかっていう話だったんですね。それに関して私もネット物販講師の端くれですから単品リピート通販 について会議的な意見っていうのもたくさん持っています。総括して申し上げると、単品リピート通販のやり方って結構 こう危うい部分もあるというか一歩間違えると悪魔に魂を売るようなビジネス形態になりやすいのは確かです要するにツッコミどころって結構正直あると思うんですよ鎌球大このツッコミどころが多いビジネスモデルだっていうことと青汁王子さんが思いっきり前に出たい人承認欲求の塊みたいな部分がある方だと思うのでこの表に出ているっていうポイントが掛け算となって でさらに拍車をかかけて突っ込みやすすいのは確かですここでコロナの混乱の話がさらに加わってくるんですが、コロナって要するに見えない敵と戦う戦争みたいなものじゃないですか。普段ですと我々って戦う対象人物ないし対象組織っていうのが明確化していますから、政府に対する批判だとか、誰々の発言に対する批判みたいな形で叩く相手が存在しているんですよ。しかしながら今回の一連のコロナの 状況って戦う相手が明確化できないしできるわけがないウイルスなわけですからその中で簡単に言えば鬱憤が溜まっているストレスフラストレーションが溜まっていると思うんですその結果わかりやすい歪曲の仕方としては電車の中で規制を上げるわけわからないおっさんみたいに上記を意した行動を取ったりだとか頭のボルトのどっかが変な風に緩んでしまいがちな状況になってしまうある種の精神的なバグ みたいいなものが発生しやすすと思うんですよね例えば、会社員の方であれば、よく飲み会の席で同僚と会社の上司の悪口を言うなんてことがありますし、上着ビジネス発信者の人や学生上がり企業家、自称 SNS マーケターの人たちは、飲み会の席で会社の上司の悪口を言うなんて非生産的だなんて言ってますけれども、確かにかっこいいやり方ではないですが、非生産的ではないと思うんです。なぜなら やっぱ会社の上司の愚痴をみんなで言い合うことによって鬱憤を晴らしてまた仕事に臨めるっていう状況に至るのであれば一定の成果っていうのはあるっちゃあるわけなんですよただ今回のコロナの場合飲み会で愚痴を言う相手が存在してないわけです中国政府のことを悪口言うことはできるかもしれないですけれども悪口言ったところでウイルスは世界中に拡散されているような状況ですから何の根本的解決 別にも至らないわけですね。これ自分の仮説なんですが、そういった目に見えない、もしくは具体的な対象がいないような鬱憤が溜まってきた時に、何かしら別の事案でもいいので、批判を言えるような対象人物、明確な敵っていうのを探しがちになると思うんですよ。ぶっちゃけ我々の社会の中で、明確な敵を存在させることによって、一致団結して進んでいけるっていう心理的傾向もある わけじゃないですか要するに自分たちの外側に特定の敵を作ることによってそこに向かって一致団結することにいたり一致団結することによりみんなでつながっているんだと孤独じゃないんだとそういった自分の生きる価値みたいなものをある種いやらしい方法ではあるんですけれども得ることができると思うんですねだかららコロナ禍の鬱憤を晴らすある種代替手段としてモノモスケ の方たちが叩いているような人物に的を絞ってみんなで肩組んで叩くっていう状況に普段以上に今まで以上になりやすいと思いますただこれって一つ脆弱性があって叩いている人たちも叩かれている人たちもそして叩いている人や叩かれている人たちを主張している我々自身だってどこかしら歪曲している精神状態でその状況を眺めているわけですから方にはみんなどこかしらおかしい歪ん んでいるところがあるので一つの明確な役割があるわけじゃない明確な役割に徹することができているわけではないってことです結果的に肩組んでいたはずの誰かがいきなり裏切ったり裏切ったり ていると思ってしまったり一瞬で仲良くなったつもりが全然実は仲良くなくて裏で誰かが手ぐすね引いていたり具体的に交流した期間がほとんどなかったり何回も会ったことがなかったりなんなら1回もあったことがない人たちで親友のように振る舞っているけれども蓋を開けてみるとそんなことが全くなくって結局その群れになっている人間関係の砂上の老角でものすごく希薄な状況なんだけれども みんな仲間だみたいな感じになってしまってそれ自体が歪んでいるってことです筋トレでもビジネスでも人間関係でも地味に地道に構築していくしかないわけじゃないですかそこを飛び越えてしまった状態で各々も歪んでいるしその人間関係もいびつな状況になっていることが多いと思うんですねじゃあどうすればいいかっていうと自分たちがコントロールできる自分たちに直接関係があることのみに注力するってこと です正直自分含めコロナ禍で影響を受けてない人なんてほとんどいないと思うんですね。マスク会社は儲かったけれども、ほとんどの人たちは何かしらの悪影響があると思います。鬱憤が溜まってるのは確かだと思うので、生産的な行動、例えば散歩をして気分転換するだとか、筋トレをして気持ちをリフレッシュするだとか、そういったことに注力するってのが唯一の解決策なんじゃないかなと個人的には考えています。というわけで今回はモ、モの ゴダゴダと代理代理代理戦争の様相を呈している現状を見るにつけ、全然関係ないずれた話かもしれないですけれども、根本的な解決におののが至るためには、我々がやるべきこと、今から何ができるかに注力することが、唯一無二の解決策になるのではないかという話をさせていただきました。最後までご清聴くださり、ありがとうございます。